こんにちは、ガクです。今日はカーリー Linux を Windows の仮想環境に導入する方法を説明したいと思います。それでは早速やっていきましょう。一般人のガク。まずブラウザを開き、バーチャルボックスの公式サイトを開きます。ここにあるダウンロードバーチャルボックス 7.0 を押し、Windows を使いの場合は Windows ホストを選択します。はい、そうするとインストールが完了するので開きます。 Windows のセットアップランチャーが起動します。自分の好きなところにインストールをしてください。そのまんまデフォルトで進めていきます。でインストールが完了したら、バーチャルボックスを起動するというところチェックが入ってますので、そのまんまフィニッシュをします。はい、あそこにチェックを入れてると、このようにバーチャルボックスがデフォルトで起動するようになります。次に必要なもののインストール方法を説明します。まだ 7zip をお使いの Windows に入れてない人は 7zip の公式サイトから、使ってる CPU が 64bit の場合は 64bit のものをダウンロードしてください。またこれを開きますと、どこにインストールしますかというふうに言われるので、自分の好きなところにインストールを開始してください。すぐにインストールが完了するので閉じてください。次はカーリー Linux の公式サイトにアクセスします。バーチャルマシーンズを選択してください。でバーチャルボックスのトレントファイルをダウンロードします。トレントファイルがダウンロードできたら、次は uTorrent の公式サイトにアクセスします。uTorrent Web をお使いください。これは絶対に公式サイトを使うようにしてください。少し小話ですが、トレントファイルというのは本来あまり安全性が高いものとは言えないので、お使いの状況に応じて VPN などを使って安全な策を取るようにしてください。無料バージョンでいいので、ベーシック今すぐダウンロードをしてください。そうすると、uTorrent のインストーラーが起動、インストールされます。実行すると uTorrent Web のセットアップウィザードが開きます。Next を押し、Agree を押します。サードパーティー製のソフトを多数インストールを要求されるので、全部スキップオールで飛ばしちゃいましょう。インストールが完了しました。インストールが完了すると uTorrent Web が開きます。先ほど公式サイトからインストールしたカーリー Linux のトレントファイルをドラッグ&ドロップします。私の環境では完了していますが、皆さんの環境ではこれでトレントファイルのインストールが開始されます。完了すると、7zip ファイルのカーリー Linux が出来上がります。出来上がった 7zip ファイルを 7zip で回答します。その他のオプションで 7zip を選択。ここに展開を押します。処理が完了するとカーリー Linux のファイルができています。バーチャルボックスのファイルがあることがわかると思います。インストールが完了したカーリー Linux のバーチャルボックスファイルをダブルクリックします。するとカーリー Linux のバーチャルボックスが起動するので、こちらで起動を押します。デフォルトのユーザー名とパスワードはカーリーになってます。これで Windows の仮想環境にカーリー Linux をインストールすることができました。一般人のバク、いかがだったでしょうか。意外と簡単にできたんじゃないかなと思います。このカーリー Linux はペネトレーションテスターにとって非常に強力な相棒になってくれます。ぜひ皆さんもここからハッキングを始めてみてください。このチャンネルではハッキングの脅威を身近に感じてもらうためにリアルな手法を解説しています。興味がある人はぜひチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。